はい、皆さんこんにちは、三浦でございます。今日ですね、ちょっと忙しくて動画アップできなかったんですけど、この妖怪ガシャの動画はね、アップしていきたいなと思っております。さあ、妖怪ガシャをね、回す前にお参りしていきましょう。よっしゃ、これでね、気持ち S ランクが出やすくなったんじゃないかなと思うんですけどね。どうですかね、お参りするとなんか S ランクとかレアな妖怪が出やすくなるっていう、まあ噂なんですけどね。まあ本当か嘘かわからないですけど、回していきます。今日はですね、7月7日妖怪ウォッチの最新作まであと3日しかないんですけど、もう頼むからね、せめてもう一体 S ランク本当に出てきてほしい。もう何でもいいよね。まあ一番欲しいのはゴルニャンなんですけど、もう何でもいいから S ランク欲しい。さあ回しょう。あ、ゴルニャンが欲しいんでオレンジコインが回さなきゃいけないんですけど、ないな、ないので、どうしよっかな。これ緑コインいくか。よし、じゃあ緑コインいきます。S ランクは新オーバーでしたっけね。ああ紫だよ、もう。あ、神経験地玉、あ、これは結構嬉しい。まあね、変な妖怪出るぐらいだったらね、神経験地玉出てきてくれると結構嬉しいんですけど、もう一回緑コインいきますよ。せーの、どうだどうだ。あー紫だよ。お、大経験値玉、経験値玉結構続くな。これさ、ゲームの、もうゲームのさ、最初の方に神経験値玉とかこの大経験値玉がね、出てくるとどういうことになるんだろうね。例えばレベル1のね、ジバニャに神経験値玉なんかあげたら、多分ね、一気にレベル30とかになると思うんだけど、最初の方はあれかな、あの妖怪ガシャ回しても神経験値玉とか出ないようになってるのかな。まあいいや、そんなことは。最後、まあ今日はね、まあまあな、まあまあな感じかな。最後は何しよっかな。このルビーコイン回してないんだ。でもね、これね、何が出てくるのかもう分かりきってるからね、これ回しても面白くないんだよな。やめよう。今日は普通にガシャコイン。赤いくか。どうだ、何が出るかな。あー紫。生命の秘伝書。S ランク出ないですね。ああ、消えちゃったよ。なんかコメント欄の方で教えてくれた方がいらっしゃるんですけど、妖怪ガシャで S ランクのレア妖怪が出るときは、カプセルは黒なんらしいですね。僕、あの、黄色のカプセルなのかなと思ってたんですけど、黒らしいですね。うん。まあ、多分、まあ僕もですね、すごく最初の方に、S ランクの犬神出したんですけど、まあ、あまりにも昔なのでね、もうカプセルの色はね、忘れましたよ、そんなのね。黒だったんですね。はい、今日もね、妖怪ガシャダメでした。今日が7月7日なので、まあ、妖怪ウォッチの最新作まで、8、9ですよね。もう10はダメだから、あと2回しかチャンスないんだ。その2回のうちに、このね、S ランクの妖怪、もう1体欲しいんですけど、ちょっとね、これは厳しいよね。厳しいですけど、まあ、ちょっと頑張って回していきたいなと思っております。はい、今日もですね、ちょっとしょうもない内容なんですけども、まあ、最後までね、見ていただいてありがとうございます。はい、明日もね、妖怪ガシャ回していきたいなと思っております。